金山田駅は和歌山県橋本市小野野にある西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。事務官高度は62万1815。和歌山方面に向かって左側に配置された短式ホーム1面1線のみの地上駅。国道24号と並行しているが、線路は掘り割りで一段低くなっているため、道路から直接ホームへ降りる構造になっている。 駅舎と呼べる構造物はないが、道路と同じ高さにある駐輪場が、ホームの一部を覆う形となっているため、屋根の役割を果たしている。またホームの入り口には、上屋もあり、自動券売機が設置されている。橋本駅管理の無人見駅。殺風景な駅の雰囲気を向上させるため、ホームには、紀北工業高校の生徒が2004年に寄贈した、モザイク調のタイル壁画がある。 この中には、駅名標もあり、モザイクであるものの JR 西日本の駅名標に準じたデザインとなっている。当駅は、防線構造のため、和歌山方面行きと五条方面行きの双方が、同一ホームを共有する。2020年3月14日のダイヤ改正で、当駅でも愛子家等の交通系、IC カードが利用できるようになったが、設置されているのは、車内で、 タッチができなかった場合に利用できる出場用の IC カード専用簡易改札機であり入場の際には電車内でタッチする必要がある南海電鉄高の線学分の駅へも 2km ほどである1日の平均乗車人員は以下の通りである通学時の学生利用が多く2両編成の電車がこの駅で満員になることもあるありがとうございます